アントニオピッチニの版画、ケチ、部分。ケチは、金銭や品物を惜しんで出さないこと、また、そのような人、臨職家ともいい、ケチに、臨職の字を当てることもある。また、特に金銭を溜め込むことに執着する人物は、主戦奴と称されることもある。誤った用法であるが、金に執着する人のことをゼニゲバと呼ぶ場合もある。人物類型としてのケチは、 いつの時代にも人気のある魅力的な題材であり、様々な文化において作家や芸術家が作品を生み出す豊かな主題となってきた。ケチの態度の説明の一つとして、ジークムント・フロイトの肛門性格の理論があり、幼児期におけるトイレットトレーニングがケチの行動を形作っていく要因となっていると考えるが、この見解は発表されて、以来様々な批判を受けてきた。 キリスト教圏の西洋では、金を集めることにもっぱら関心を寄せる人物は、教会の教えによって差別されてきた。キリスト教の立場からすれば、ケチも氷合詞も、七つの大罪の一つである合欲にあたるものとされ、両者はしばしば混同されることがある。外典的書物である、ヘルマスの牧者に見える、ニレトツタナグーは、負者と貧者が互いに助け合う関係にあるべきだと、 説いている。富を持つ者は救済を受けるためには貧しき者の祈りをしなければならないが、これは事前を行わなければ達成できない。キリスト教のこうした教義を説明した後年の典型的な例はアースキン・ニールによるザリチーズ・ザットブリングのソロで、そこではフィランソロピストとケチを対比した一連の伝記を踏まえて道徳端が語られている。これと、 並行して古典古代から継承された考えとして、ケチを奇人の一類形とする傾向があった。G.H. ウィルソンによる全4巻の短い表伝集、ザエキセントリックミラーをはじめ19世紀の書物には、ケチについての説明がいろいろ見出せる。例えば、チャールズ・ディケンズの小説、互いの友では、ケチは喜劇的な扱いをされ、 ビクトリア朝の資本主義に鋭く切り込んだ分析が示される。この小説の第3章では、ボフィン氏が幼女としたベラウィルファーの富や地位への執着を解くために、ケチのように振る舞ってみせる。ありがとうございます。